ボシャボシャ。おはす。今日はですね、KED の14番、楓の14番持ってきましたよ。こちらです。ドドン。これはね、だいぶ苦労してる楓さんですね。差し枝は枯れてるし、芯がない。芯がなくて苦労してるやつ。今日こいつ全剥がりして、まあ枯れ枝除去してリカバリーやっていきたいなと思います。こっちの枝はね、もうほぼほぼできてるんで、もう全然伸ばす必要がない状態。で、やっとね、芯になる芽、ここなんですけど、この芽をね、もう徒長させたかったんですよ、ずっと。それがね、去年芽吹いて、で、芽吹いたはいいけど徒長しなかったんですよね。で、今年芽吹いて、で、今年もまた徒長しないような兆しを見せてたもんだから、おい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 って思って、他のこの芽以外の他の葉を多少剥がりして、で、ここに集中するように調整してみたら、なんとこれ伸びてきました。これ芯になる枝、芯候補の枝がやっとのことで伸びてきて、よし来たってなってる状態。まずは全剥がりからいきましょうか。全剥がりするんですけど、この枝は刈らないです。で、あと差し枝先に落とした方が分かりやすいかな。そうしましょうか。別に葉っぱが邪魔で針金が外せないってこともないんで、ちょっと予定変更で差し枝の針金外して、うわ切れた、針金外して落とします。はい、針金外しました。まだ中途半端なんですけどね、ここまで外してます。で、これで枯れてる枝を落とすんですけど、まあこれ枯れてるでしょ。で、差し枝も枯れてるからいいんで落とすんですけど、本当に枯れてるよな。うん、枯れてるね、枯れてるね、枯れてるね。ここからね、芽が出てるんですよ、新しい芽が。こいつね、これ、こいつをね、新しい差し枝にしようと思ってるんで、こいつの付近まで落とします。生きてるとこ出てきた。ここが枯れてるポイントだな。枯れ枝落としました。差し枝ね、こんな感じ。ここ落としたポイントで、ここの徒長枝を差し枝に回すと。で、差し枝に回すために、このさっき残してた針金を使う。この針金をまた巻きます。細いから気をつけて巻かないと折れちゃいそう。ゆっくり巻いていきます。はい、こんな感じで巻けました。ゆるーく巻いてます、こういう感じ、ね、で、これを矯正して、まあ、折らないようにね、気をつけながら矯正します。まあまあこんな感じでしょう。大体ね、ざっくりとやっときました。こ
ここにも枯れ枝あんな。うわー、前枝枯れたか。挿し枝はそれで終了で、ここにもちょっと枯れ枝あるんで、こいつも除去します。前枝枯れちゃったか。同期してくるかな、こんな場所。あ、こいつがいんのか。これを前枝につできるかな。できなくはなさそうだな。やるか。こいつがね、切り戻そうかなと思ってたんですけど、意外と使えるかもしれないんで、ちょっと枯れた前枝についてた針金をこいつに巻いちゃいます。はい、巻いたんで、枯れ枝は落とし、もしかしたら胴吹きしてくるかもしれないですけどね、この枯れたポイント付近から。したらこの作業はちょっと無駄になっちゃうんですけど、まあまあまあ、まあ、今はないんでね。ちょっとこれで前枝、前枝候補としてこいつに頑張ってもらいましょう。こんな感じかな。 OK、 OK。 で、そうなるとこの針金は使わないね。こいつはもう除去しちゃいましょうか。よし、からの、もうそんなもんかな、一旦そんなもんで、まああと剥がりね、最初の目的にしてた剥がりやっていきましょう。はい、完了。こんな感じですね。完全に全剥がりではないですけど、中の小さい葉っぱはねちょいちょいと残してあります。取ってもいいんだけど、別に取らなくてもいい気がするんですよね、こういう小さいのって。別にいい気がする。うん、出てきたばっかだしね、いいかなと思ったんで残してます。はい、でここで、こっち側に剪定を入れていくと。剪定ね、長いところは落とすし、第二節管は容赦なく落とす。ここはあんまりボリュームいらないんで、ちょっと追い込み気味に、よっと、こんな感じかな。うん、一旦これぐらいで押さえときましょうか。うん、ここの剪定が完了しました。で、残りはここはいらないな、いらないかな。ここも充実させたいけど、あ、これは枯れてんだな。分かった分かった。ここも針金食い込んでんな。ちょいとこの針金外します。針金外して、ここに食い込んでるの分かりますかね。ここがちょうど食い込んでるポイントなんで、こいつは外してあげて、で、あとこれ枯れてるんで、多分これの相方なんですよ。あ、切れた。こいつの相方だと思うんで、この針金外す。ああ、ここか。ここで太い枝の針金の下になっちゃってる。よっよっよっ、葉っぱがくっついて、
よし取れた。で枯れてる枝を元から落とす。おりゃおりゃおりゃ、オッケー。あ、ここにも枯れてる枝いた。結構枯れるね。 あいつの相方か。針金は必要なんで置いときますが、枯れ枝は除去。針金はこの差し枝に巻いてるやつなんでちょっと置いときます。んでこれいらんくね、もうこの針金もういらんないんで戻します。だいぶシンプルになった気がする。あとこいつ針金巻きたいんですけどね、針金が今ちょっと手元になくて巻けない。でもいいか、一旦、あ、でも走らせるならこうか、こっちに走らせたいからな。タイラップがあった。タイラップあったんで、ちょっとこれをねこっちに倒して固定します。いけるかな、固定できるかな、ここでいいかな。中入れて、よし、オッケーオッケー。これでカリカリと下ろしていく、下ろしていく。お、いけますね。こんなもんかな。もっといけっかな。あんま無理してね、パキって折れても嫌なんで、ほどほどにこれぐらいで止めときましょう。完了、バッチリですね。これで、まあ、これこいつはねもう今年はもう伸ばしっぱなしですね。ここに樹勢を乗せる、完全に完全に乗せて蝶が優勢の頂点に立ってもらう。裏枝これまあいいか、置いとこう。それぐらいですね。一旦もうこれまでのね望みだった芯が伸びてくれたんで、こいつを大切に乗せて乗せて樹勢上げて、こいつを蝶が優勢の頂点に持っていくっていうのが今後の目標です。あと傷巻いてもらったら、あと芯作ってって終わりですね。差し枝のリカバリーも完了したんでおそらく大丈夫でしょう。あとでカットパスタペーストこの傷口に塗っておきます。はい、そんな感じで本日の作業は以上です。